皆さんこんばんは、ワドです。今日は2017年、10月の31日、夜中の2時32分です。よろしくお願いします。ですね、ドレさんと1時ぐらいまで、ご飯をご馳走になっていました。放送が終わった後、ドレの深夜食堂さんの枠で、スパーリングお招きいただいて、で、スパーリング稽古つけていただいておりました。よろしくお願いします。いや、ご飯もご馳走になって、タクシー代まで出していただいて。おお、花城さん、お疲れ様です。こんばんは。楽しんでいってください。お水持ってこようかな。あ、コーヒー買うの忘れたな。ちょっとコーヒー買ってこようかな。ちょっとコーヒー買ってくるわ。のんちゃん何飲む？いらない？してくれよ。はい、ただいま。ごめんね。お待たせー。お疲れっす。ああ、疲れた。ただいま。楽しんでってください。今夜遅いですね。あ、いや、今までね、どれの深夜食堂さんのところでね、お世話になってスパーリングやってたんですよ。で、ご飯食べに行こうって言って誘ってもらえて、ご飯食べに行ってました。
見てくれてた？ドレさんの放送みんな見た？いやすごいでしょ、54歳とは思えない肉体だよね本当にね、うん、54歳と本当に思えないもんな、すごいよねあの体、うん、お疲れ様です。見た？堀込さんありがとう、見に来てくれて。一応放送では告知は打たない方向で、あのドレさんに誘われてたんだけど、まあ飛び込みで行くことになりました。まあ、ドレさんからの誘いね、断りたくないっていうか、お世話になってるんで、好きな配信者なんで。ドレさんと、いやステーキ、あのチキンステーキがやっぱり体にいいんで、ドレさんローストビーフ食ってたね。これはチキンステーキとドリンクバー。美ボディすごいよね、年齢であの体型維持してるって、並大抵の努力じゃできないからね、うん、コブチェンお疲れ、見てくれたんありがとう。でもあの俺もさ、あの職人さんが上げてる動画確認したんだけど見づらかったね、ちょっとね、ちょっと見づらかった。俺も録画してるんで高画質 YouTube にアップロードするんで、あのもしよかったら YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。録画は許可いただいてるんでね。いや努力の賜物だよね本当に、努力しないとあの体には絶対ならない。和道くん、リュウコランブ、リュウコランブって何ですか？リュウコランブって、え、何のこと？リュウコランブってコメントがあったの？リュウコランブっていうのがちょっと分かんないですね。もしよかったら教えていただけると嬉しいですね。リュウコランブって何？リュウコランブ、なんかあんの？リュウコランブっていうのは、うん。ありがとうコボチン、ありがとう。熱出てんの大丈夫？風邪治ったよ俺あの日に。治ったっぽいね。大丈夫大丈夫、治った治った。大変だね、こじらせないようにね気をつけてください。あ、ありがとう匿名さん。黒猫スパーリングあれ違うかな、よかったですね。スパーリングですよ、スパーリングで合ってます。見ます？高画質で撮ったけど、あの撮ってきましたよ。龍子の剣の必殺技、龍子の剣が分かんねえわ、ごめんね。もしよかったらじゃあ見せましょうか。あのちょっとね高画質バージョン撮ってきたので、まあ毎回撮ってるんだけどね、あのいつもおなじみあの高画質で皆さんに映像をお届けしたいということで、あの撮ってきたんで、もしよかったら見ますか。よいしょ、じゃあ見ましょうか。待ってね、ちょっと待ってね、今キャプチャーするんで。ちょっと待ってね、音楽消します。一旦これはですねプラス、なんだっけな、ウィンドウキャプチャーじゃなくてスライドショー、画像、メディアソースだ。メディアソースの、ちょっと待ってね。今出すんで、少しお待ちください。これかな ?OK。角度つけてないけど、これサイズが合わないか。顎をね、それ正面からやると、正面ってあんまり動かない。サイズ今、高画質に変えるから、ちょっと待って。あ、音流れちゃってるかな。これで、
で、メディアソースのプロパティ、プロパティじゃなくて、メディアソースオーディオ。モニターのみかな。それちょっと待ってね、モニターのみじゃなくて、ね、これがディフ、あのオフェンスね。今度はあれ音聞こえる？今覚えない。ディフェンスそうや。あれ。じゃなきゃ死んじゃうから。ディオの詳細。デスクトップ、もうちょっと。メディアソースか。モニターの。まあこれ。音聞こえるかな？音聞こえたら手を挙げてください。あれ当たるわけないの。どう、一番簡単なのはローキック。 OK OK、 ありがとう。じゃあ飛ばしますよ。あ、飛ばせないのかな。足首とすねのところ。これ飛ばすのどうやってやるの。つけてるけど基本的には。ちょっと待ってね、正面からやると。あーごめん、やっぱりキャプチャーするわ。ちょっと待って、これだと飛ばせないから。飛ばします。ちょっと待って、もう一回セッティングさせてください。申し訳ない、手こずって。ちょっと久々にキャプチャーするんで。角度つけてるけど基本的には。あごを狙って、正面からやると正面ってあんまり動かない。狙いたいのは少し角度をつけて顎を揺らしたいんだよ。だからそのフックとかっていうのが有効なんだよ。顎を揺れやすいから。正面からストレートで鼻折れても実はあんまり大したことない。首の筋肉強いから。ただこれは基本だから、もうジャブでいろいろタイミング見ながらジャブで刺す。相手にジャブが当たる距離に入ったらすぐストレートを打つね。でこれがディフ、あのオフェンスね。今度は君は一番今覚えられない。ディフェンスそうやな。そうそう、じゃなきゃ死んじゃうから。ちょっと待って、はい、オッケーですかね。うん、大丈夫かな。まあミドルキックはもうこの際捨てよ。ミドルキック、ハイキックは捨てよ。だって硬いのに今から1ヶ月でハイキックなんか覚えられるわけないじゃん。これでオッケーかな。当たるわけないの。これサイズが合わないの。一番簡単なのはローキック、低いから。これで OK かな。どうみんな、見やすい？そうそう、ドルさんとのトレーニングで、蹴るのは、はい、みんなワード2。足首と、ドルさんとスパーリングやってきた。見たい、スパーリングまで飛ばしていい？ここで蹴ろうとする人多い。あ、すぐ骨折するから。いや、だけど怖いな。スパーリングまで。ここで蹴れば遠いから。はいはい。すねで、ね、ジョンジョンジョン。足込んだんですよ。筋はいいね。じゃあこの辺から見ましょうか。20分いかないで10分ぐらいの動画ですけど、ちょっとみんなで検証しましょう。10分ぐらいです。こっちの方が画像綺麗でしょ、うん、超久々に緊張してます。綺麗にそんな、うん、ドキドキしてます。だってステゴの2出るでしょ。あ、エントリーはしました。もう出ようよって言われてんだろ。いや、もうぼちぼち上げてから。え、出ようよって覚醒ではないでしょ。あ、石川さんには覚醒ではないけど、あ、エントリーは、はい、ぼちぼち。ミュウツーの方見たかったらあるよ、動画。お願いします。ロエさん180ぐらいかな。あ、マジさん、いや、違います。俺が170ぐらいで、超巨漢だよ。でもなんかやってたの。え、なんかやってたの、マジ。筋がいいね。あなたが仕込んだんですか。筋がいいね。ちょっとね、力が入る。もっと、楽しんでてください、皆さん。に当たる時にジャブ、そう、それで当たる時だけ逃げる。そう、そう、それでいい。それジャブで倒せるの世界チャンピオンヘビー級だけだ。よし、ワン、ツー、そう、ワン、ツー、はい、ツー、軽くローキック。どっちだ覚えてる？
ここでもこれはね、キックボクシングですね。捨て頃のルールはキックボクシングなんで、ここに詰めるで、ローキックもだからキックで当たんなかったよ。あ、アマムさんありがとう。54に見えないよね。対角線すごいよね。こっちに意識する、高いところ意識する、意識して意識はこっちに振ったところにここにローキック、こっちのインだったら基本的には前足になって倒せれば一番いいんだよ。お前らどうして倒せこないかな。画質綺麗でしょ、パソコン動画撮ってきたから。これ YouTube に上げるんで、YouTube に、登録してください。もしよかったら。こっちであると。こっちで、ウィンドウ。潰して。奥足は、ちゃんと変わったくるからね。じゃあ。なんで、最高画数取れるからだね。うん。この感覚は、早ければ早いほど。なぜかっていうと、こっちですよ。ジャブ。よけてる、もう一回。手の方向でやってんじゃねえよ、お前。そんなやついらねえよ、お前。ちょっと。ふざけんな、そんなやついらねえ。ここにいるんだから、俺はギリギリでよけてるよ。ふざけんな。いい格好していいだから。いいから。だから、よけてるんだ。はい。よけたところに意識がつってるから、ローなの。そうだからこっちはもう捨てなんだ、はい、もう捨てなんだ、はい、もう意識させて、ちょっとこれだったらここ出ちゃう。だから、まあアウトロー、はい、早いと思うんですけど、アウトロー、うん、いや、アスペだからさ、言われたことをね、なんかね、でも、お前みたいにここで打ってたら楽しいよ、当たり1個ないから避けない、はい、あ、ローだなと思う。だから言われた通りにやったから鵜呑みにしちゃうんだよね。ジャブロー、だってここ避けりゃええもん、当たり1個ないもん。ドレさんトレーナーではないよ。あ、触るか触らないか、もう格闘技20年ぐらいやってる人なの、はい、少しは触りに行かない。ここで始めると触らない、はい、おー、そうそれで初めてする。フェイントだから、フェイントっていうのはここでどんなにスローでさって当たんないよ。趣味、うん、まあプロ目指してるんだけどね。プロではないです。ここでこういう風にやってっからもう。俺にキックボクシングを教えてくれた人がドレさんです。捨て頃の時にね。ちょっとね、ローケースにバランスが悪すぎる。別にパンチと一緒で、さ、傾く必要ない。ステップすればいい。だから久々に教わった感じ、半年ぶりぐらい。そうそうそう、サイドにちょっと出る、そうそれで出る。で、蹴ったらその余韻に浸ってない。もしかしたらブロックされるかも、カットされるかも。カットされてすぐ戻す、そう次の攻撃に繋げない。お前は何で教えてんの、俺の顔を打ってんの。さっき踏み込めるっなんで今頃喋ってる最中俺の顔を殴ってんの。ジャブローで、そう教え方うまいよ。ジャブローで、もうちょっとそうそしたらもうこっちは避ける手一杯になってるから。アップいいっすか。筋トレ毎日やってますね。毎日やんないとこの体になんないよ、54歳で。驚異的だからね、54でこの体は。今圧倒的に有利や。だけど、身内もなかなかだったぜ。そんなもん、お前。素人とかなんとか関係ないよ。すごいよね、絞り込んでるもんね。絞り込んでるっていうか、でかいよね。でも体脂肪率は低いと思うよ。そのタイマーを押せばいいから。足とかもムキムキだからね。胸筋がすごいよ。水飲みもあるんで。今日あれだぞ、久々に動くんだからワンチャン俺倒そうとか思わないで、なんていうコンビネーション確認っていうか、今やったことを試してみるとか、スパーリングってそういうもんだな、はい、お前すぐムキになっていいとこにしようと思う。そうじゃない、ね、息切れするよ、やってごらんよ、花蝶さん。あの試合みたいな人なんで本気でやったら息切れするよ、久々に。まあ俺が体力ないのあるけどね、うん、これは片目に脱がないスタイル、疲れちゃうよ。いいよ
真面目にやったら息上がるよ。はい、いいっすか。じゃあスパーリング始まります。OK、はい、あ、ボンブリお願いします。行けよ、お前。俺も行くぞ。いいのかな、お前。いや、怖い。泣きながら帰るんだけど。抜くっていうか、スピード出していいから、はい、ポンって、なんていうの、はい、開ける。なんていうんだろう。違う。走らせるっていうの。和道くんがそのつもりなら、僕は。違うんですよ。わかんないですよ。わかんないですよ。捨て頃の時はどれくらいだって、そんなにわかんないって言われて数字ないの。お前が来ただけで返す。ドルさん怖えよ。毎回怖いよ。スパイあるとき膝狙ってるからね。これ止めてるけど危ないんですよ。膝来るでしょ。ドルさん下見てるとき膝来るから怖えんだよ。前これでやられたから。結構きそうだよ、ワノ君。怖いでしょ。首相撲狙ってるからね。いや怖いよ、毎回怖いよ。ジャブで吹っ飛ぶからね。こんな感じだったかな。もう一回やるから、和道くん。もうやめそうじゃない今。もう一回やる。余裕。いけ。まあ、こんな感じ、こんな感じでしたね。きついよな、ほんと。あんなさ、大柄なラオウみたいな人とさ、スパーリングすんの怖いでしょ。超毎回ビビるからね。もう死ぬ気でやるしかない。はい、こんな感じでした。今回は。ツイキャスの方よりも画面見切れてなくて広角レンズなんで、最後まで見えたと思うんで、楽しめたら嬉しいですね、皆さん。ありがとうございます。久々にドレさんと練習ご指導いただいて嬉しかったですね。怖いよ。、うん、まあ格闘技教えてくれた人だからね。いいやつ書いた。、うん、いいやつ書いたよ。これはね、動画、YouTube の方にアップロードするので、YouTube チャンネル登録まだの方は、ぜひね、YouTube チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございます。強くなってるかな？自分だとわかんないけどね。自分だとわかんないな。一生懸命やるしかないっすよ。ぜひぜひ YouTube の方見てください。チャンネル登録が励みになるんで、よろしくお願いします。動画はね、全部スタッフの匠さんが一生懸命動画化してくれてるんで、鍛えてないよ、これからだよ。11月捨て頃、明日からか、明日からちょっとジム通おうと思ってますね。明日見学に行きます。白い服珍しいでしょ。まあ白黒赤だったら何でもいいと思ってて、今日はなんかちょっと白で行こうかなっていう気分で、まっさらな気持ちでぶつかりたかったんで、うん、そんな感じでした。
だからね、あのちょっとご飯食べてくるから1時間だけって言ったんだけど3時間も話し込んじゃってドルさんとのんちゃんがちょっと機嫌悪くなっちゃったのんちゃんが今ふてくされちゃったくそーのんちゃんのことまたストレス溜めてっつって怒られてる、うん、あ本当に年次のパーツ、どんなデザインなんだろう、楽しみだな、どんな感じなんだろう年中って。つけるね、ありがとうね、うん、来月仲間、ありがとう、嬉しいっすね。ぜひぜひプレゼントは大事に、普段ずっとつけるわけにいかないかもしれないけどさ、あのちょっとファッションでね、あのリスナーさんからいただいたものは大切にしてるんで、あのジャック・ダニエルのパーカーとかね、あのこのライターもね、あのいただいたものなんですよ、大切に使ってるんで。やっぱね、送ったものをね配信で映って、あ私が送ったのだってなると嬉しいもんね。もしもし、おしおし、お疲れ、お疲れ様で す。あ、ごめん、ワドだ、間違えた。え、間違えた電話。え、だ誰に、え、何、最悪だよこれ。え、な、何、なんかどっかで聞いたことある汚い声だなと思ったら、ひどくないですか。え、誰に声、誰に電話しようとしたんですか。いいじゃん、お前に関係ないだろ。あ、で、ワド、はい、とりあえずさ、サバゲーの日、はい、俺東京まで送ってくから。あ、マジですか、帰りっすか。あ、全然送る、あのほら彼女迎えに行くから東京に。あ、めちゃめちゃ嬉しいっす、ありがとうございます。だからさ、東京のさ、なんか射撃場かなんかで。あ、いいっすね。でね、俺今日ね、悲しいことがあったの。はい、なんすか。オカリナにね、そのほら機材のさ、はい、防水ケースの耐久性を調べるために、はい、俺が持って射撃してもらったの。え、こいつ俺を撃ちやがった。どこに当たったんですか。膝。いや、え、どこ。しかも1メートルの至近距離。どこを狙って膝に当たったんですか。あのだから俺が膝の前に持って、はい、ここに当てろよって言ったら一発目当たったの、はい、で全くひびも入んないで、はい、ま、後もつかなくて、あ、じゃあもう一回やるよって言ったら、はい、こいつ、はい、膝打ちやがった。映画みたいに笑ってんの。いや、もういや、それは俺がのた打ち回ってんの、笑ってんの。どんな痛さだった。10分ぐらい俺のた打ち回ってたんだけど。涙流しながら寒いスース言ってたんだけど。マジですか。こいつゲラゲラ笑って、はいはいはい、俺は抱きしめてって言ってたんだけど、ずっと。メルヘンですね。ほんとひどい。おー、いや、幸せそう。まだミッキー見た。見ましたよ。あれ、リスナーさんめっちゃいいべ。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、これリスナーさんに見せていいですか、うん、後で。いいよ、全然いいよ。あ、じゃあ今配信中。今配信中ですよ。あ、いいよ、全然見せていいよ。あ、了解。一番弱いやつかかってこいって書いてあるんだから。あのね、あと捨て頃上等とか。ちょっとリスナーさんに説明すると、あの、うん、鮫島さんがあのサバゲーですか、フェイスガードを僕にプレゼントしてくれるっていうことで。そうそう、もう譲りますよ、中古でよければ、はい、それで作ってくれたのがこれなんですよ。ちょっとデコっちゃったの、はい、今ちょっと見せてますね。あ、全然見せてくれる。俺すげえセンスあるから。この車は何の意味があるんですか、これは。車、赤い車はどうじゃん。赤い、本当は消防車にしようと思ったんだけど、はい、いや消防車つまんねえなと、はい、で飛行機もあったんだ、クマさんとか、はい、やっぱワドって赤じゃん。赤ですね。あ、やっぱく、うん、イメージカラーで。いや、そういうこと、そういうこと。で、いや、あそこちょっと若干視界の邪魔になるんだけど、はい、あの、あと、あそこしかあるとこなかったから若干気になるんですけど、あの、はい、著作権にうるさい会社のあの有名なあのキャラクターが乗ってないですか。あー、これメッキーでしょ。メッキー、メッキーって言うんですか、これ。メッキー、あれはメッキョーマウスって書いてありますね。もうメッキーマウス。メッキー。メッキー。アビスってのは、あれはオカリナ作です。あ、あ、え、捨て頃上等とか書いてありますね。それは俺。アビスってなんですか。アビ、じゃあ、アド、ワドって書いてあるんだよ。え、アって書いてあります。アドに、ワだよそれ。これ、アですよ。アじゃねえよ、ワだよ。これワなんですか。ワだよ。きたな字。いやいや、左手で書いたんだよ。なんで左手か、右手で書きましょうよ。なんとなく、はい、え、でもいいんすか、そのサバゲーのチームで。全然いい、全然いい。いやいやいや、これつけて赤い寄り目って呼ばれるんでした。なんて呼ばれるんでしたっけ。赤い猫、赤い彗星みたいな。そう、赤い寄り目だ。あいつが来たみたいになるんですよ。3倍で動くみたいな。はい、3倍の速さ。3倍の速さ。お前と話してんだ。俺、お前に用ねえんだ。すいません、はい。まあ、そのマスク譲るから、ただで。あ、ありがとうございます。もうちょっとデコるから待ってて。まずデコるんですか、これ。まあ、ちょっと限界なんだよね、これがね、正直ね。
これ以上やると視界が見えなくなっちゃうんだよ。もう若干ね、多分 70% ぐらいしか見えてないから。ああ、車が30% は消えてる。はい。見えなくなった。はい。了解です。でもまあまあまあ、任しといて。はい。サービス、サービス。懐かしい。レジンでも工作しようと思ったけどさ。いや。あの、結構柔らかいからレジン剥がれちゃうんだよね。そうっすよね。うん、そう。いや、嬉しいっすよ。いや、とんでもねえ。はい。泣いて喜ぶと思ってさ、俺。はい。そう、任しといて。ありがとうございます。じゃあ、あの、はい、ま、よろしくお願いします。うん、あ、よりめ。え？よりめ。よりめ。なんでじゃあねみたいな感じでよりめって言うんだろう。いや、間違い電話かよ。びっくりするわ。なんだ、お前かって言われたかんね。はい、鮫島さんからの電話。ラインストーンかな。うん。俺リスナーさんに嘘なんかついてないよ。何を嘘ついたの？なんかまた始まってんの？何リスナーに嘘ついたって。何も嘘ついてないよ俺。何嘘つきって。アンチリスナーば、アンチがさ、嘘ばっかりついてるな。はい、お疲れ。鳥稲荷店さんいらっしゃい。うん、まあ眩しくないよ、壁作ってるから、うん、じゃあカーテンつけようか。こっちが、ちょっと待って。はいはい、おやすみ。じゃあ今カーテンするから、はい、おやすみ、おやすみ。うん、鮫島さんから電話ね。うん、まあまあそんな感じの内容だったな。うん。え？いや、どれ、和どれ会談の内容聞きたいですか？カレーオさん。すごかったですよ。3時間話したんですけど、まずドレさんの一言目が、和ど、俺実はドラキュラなんだよね。400年生きてるんだよね。って言うんですよ。ああ、って。あ、ドラキュラなんだと思って。でね、フランスでは若い子をいっぱい食べてたんだかよつって。で、なんか最近400年も生きてくると、やっぱ俺も年を取ってるから、やっぱり若い女の血を吸わないといけないと。で、最近若い女が来ないみたいなこと言って、はぁみたいな。で、今度アンチコメントは宇宙から来てるみたいな話題になって、でっていうかね、ほとんど俺はずっと聞いてたんだけど、で、まあなんかアンチコメントは宇宙の反対側から来てるみたいな、なんかそうなんですかって言って、そうだみたいな。で、今度はこれマジだかんね、3時間聞かされて。で、今度はなんか医者と対談をしたと、この前。で、お医者さんと対談をしたんだけど、俺の病気は完治したっていうことで結論はついたと。だから、あの、宇宙から来てるアンチコメントは全部嘘つきだみたいなこと言って、あーみたいな。なんかなんだろう、あとなんかカエルがどうのこうのみたいなこと言ってたよ。なんか俺は実はカエルだみたいな、さっきドラキュラじゃなかったのかなと思ったんだけど、なんかカエルなんだみたいなこと言ってて、まあよくわかんないからもう飯食い始めたよね俺は。あ、すごかったよ、なんかもう完全アウトだったね。3時間もうのんちゃんから電話 3,4 回鳴ったんだけど、ちょっとこれは聞いてあげないとちょっとかわいそうだなと思って。いや、マジでちょっとね、あの、聞いてるとかいうレベルじゃなかったね。聞いてるとかいうレベルじゃなくて、なんか本当にやばかった、ちょっと世界観が。うん、ワドをやるために鮫島とやればいい。え、どういうこと？うん、うん、いつも配信で言ってんの？いや、ガチのトーンで言われたよ。なんかドラキュラがどうのこうのとか、もうよく分かんなかったから話聞いてなかったよ。もう早く帰りてーと思って。だからご飯ごちそうになって、タクシー代ももらったよ。あとのんちゃんのお土産ももらった。うん、ちょっとよく分かんなかったな。まあね、多分ね、パンチもらいすぎたのか、なんかアンチコメントとか聞きすぎたのか、なんかよく分かんなくなってたよ。ドレさん壊れちゃった。うん、ドレさんじゃなかったよ。うん、もう俺らの知ってるドレさんはいない。
プップクプーしかいない、うん、新しい世界っていうかもうなんかあの世に旅立つのが近いなっていう感じだった俺の印象もうなんか死ぬ準備始めてるんだなっていう、うんいや残念な結果だったよね、うん、気持ち悪い完熟会おじさん嫌いなのオドルさんが、うん、根が真面目な人ほど減らるんだよ根が真面目な人ほど減らっちゃうもうとんでもないところに行ってしまったんだようんネロさん、トツかけてきな、じゃあ。話聞くよ。なんかあったの？トツかけてきな。うん。全然オッケーですよ。いやでも楽しかったな。いい経験になりましたよ本当に。あとはね川崎洋平くんが乗っかってくれるかどうかだよね。川崎洋平が俺と、うん、戦ってくれるか。でもやっぱ格闘技は楽しいな。もうねリングに上がるまでドキドキが止まらないんだよ練習でも。スパーリングはそのなんだろうドキ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 止まんなくて怖いのよやっぱり。怖いの本当に。もうずっとスパーリング終わったらもう手が震えてるのよ。プル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 。そのバンテージ取る時とか。でも楽しいんだよななんか。パンチとかも重たいぜ。ジャブでボーンって。まあ今日はね、全然手加減、ドルさんが手加減してくれてさ、だいぶ打たせてもらったけど、でも背が高いから届かないよね、フックが。ジャンプしたけど、ピョーンって。背が高いと厄介だわ。身長差って大事だね、リーチさ。ボクシングって手が長い方が有利だっていうのがよくわかる。ずんぐりむっくり体型じゃん、俺が。インファイトしかないんだよね。距離潰していって。いやー緊張すること減ってくけど、配信やってると子供みたいだよみんな。大手配信者目をキラキラさせた少年みたいな。リアトしたことある？コボチン誰かと配信者大手の人中堅大手の人会うとみんな言われる。みんな言うんだよ。俺らは意識してないんだけど本当に子供みたいって。目がキラ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 してて毎日泣いたり笑ったりしてて楽しそうって。うん。年寄り騙し金奪った笑いながら言ってノー自慢か反省なしか。反省はしてるよネロさん。悪いことをやってしまったのは認めてるしさ。俺はその過去の犯罪とか全然その隠してないしさ。うん。だからそれで俺のこと嫌いって言われちゃったらしょうがないと思ってる。うん。反省はしてるよ。でも後悔はしてない。うん。ちゃんと罪償うこと、うん。もうやらないって思うことが大事なことだと思うから。そんな感じかな。
生ポは薬飲んでるから緊張しないらしいよ。そんなことないよ、俺今生ポじゃないよネロさん。それに、それは偏見だよ。薬飲んでる人も緊張するよ。むしろ緊張するから薬飲んでるんだよ。そういう人もいるからさ。確かにそうですね。多分そういう人たちを見たくて配信してるのかも。なんかあるんだろうね、そういう子供っぽいところを見たいっていうかさ、なんかそういうの感じたよ、うん、初見さんいらっしゃい、花毛さんかな、花毛さんいらっしゃい、楽しんでてください、うん、自慢じゃないよ全然、うん、だって俺にも1円にも入ってきてないし、被害者がいる話だから自慢なんかしてないよ。そんなこと自慢してたら、なんだろう、誰もついてこないよ、うん、でしょ、俺の恥だよ、汚点です。かばうかかばわないかじゃなくてさ、やっぱりさ、ネロさんさ、あの嫌いな人は嫌いなんだよ俺のことが。やっぱり生理的にとかさ、経歴が嫌いっていうのはもうどうしようもないことだから、それは受け入れないとダメじゃない。だから俺は俺のこと嫌いって言われちゃったらしょうがないと思ってる。やっぱり人様にね、不特定多数の人を相手にさ、そのたくさんの人に見てもらってるわけだから、全員に好かれようっていうのは無理なんだよ俺らの仕事柄さ。だからまあ俺のこと嫌いな人がいるっていうのはしょうがないよ、うん、その人たちにさ好きになってくださいっていうのもおこがましいじゃん。だからありのままでやるからさ、うん、それで嫌いだったらしょうがないし、それで好きだったらいいよって思ってる。それでいいんじゃない、うん、嫌いなもんは嫌いじゃん、うん、嫌いな人を好きになれっていうのも変な話だよ。俺はそれは違うと思ってるからさ、うん、今日笑いながら年寄りから600万奪ったって言ってるやつかばうのら、かばってるわけじゃないよ、うん、かばってるわけじゃないよ、うん、別に隠してもしょうがないよ。アドさん、私明日観音祭がありますので寺行きでして寝落ちいたします。おやすみなさい。うん、おやすみなさい花城さん、ゆっくり休んでください。ありがとね、いつも。俺嘘何かついた、嘘何かついた、言ってごらん、うん、何か嘘ついたことっていうのは、うん、何をついたの言ってごらん。うん、おやすみ花城さん、また明日。顎が痛えな、ちょっと。あ、ジャガインが始まった。嘘ついてもそんなまかり通らないよこの世界は。嘘ついて騙される人なんかいない。そんな、ただまあね、多少いたとしてもそれでね、人様からご支援いただくなんていうのは無理なんだよ。ワード2、ミュウツーに幻滅しました。なんで？なんかあったの？ザクロ、お前の師匠なんじゃないの？何、どこに幻滅したの？ザクロ、トツかけてくる？話聞こうか。もしよかったら、あの俺のプロフィールページに LINE の ID 載ってるから電話かけておいで。コメントでもいいけど、俺はザクロは可愛いと思ってるから。お前は伸びるよ、リスワンも取れたし、愛されキャラだし可愛いし。だけど簡単に師匠とか言うと一生残るんだぞ、うん、仲間とかついてく人は選ばないとダメだぞ。簡単にあんまりさ、師匠だとか弟子だとか言うもんじゃないよ。そんな軽い関係じゃないでしょ、うん、お前のファンが悲しむぞ、あんな男についてったら。俺の彼女もザクロのこと好きだよ。鮫島と試合できるように話しつけるから、その後試合やろうな。俺は試合やらないよネロさんと。だって俺ネロさんのこと嫌いじゃないもん、会ったこともないしさ、うん、俺は試合やらない。俺喧嘩弱いもん、ネロさんに勝てないよ、うん。
サメ島など、サメ島さんとやりたいの？俺はやらないよ、ネロさんと。リスナーさんと喧嘩なんかしたくないもん。仲良くやろうよ。もし、ネロさんがその気ならさ。俺は歓迎するよ。うん。俺はリスナーさんと殴り合いする気はないよ。一緒に練習したりとかさ、スパーリングとかならいいけど、試合とかになるとやっぱり命がけじゃん。で、怪我したりさ、後味悪いの嫌だからさ。だから、練習一緒にやるとかだったら全然 OK だよ、ネロさん。どうかな。先んちょこんばんは。楽しんでってね。俺はリスナーさんと別に争う関係性じゃないからさ。リスナーさんに食わせてもらってる身だから。サメ島のチンコ舐めれるって言ってた？誰が？誰が言ってたの？うん。誰がそんなこと言ってたの？どうしたの、ネロさん。サメ島のチンコの舐めれるって誰が言ってたの？これは聞いたことないよ。誰からもそんなこと。チンコは舐めるより舐めてほしいタイプですね、僕は。初見さんいらっしゃい、安尾さん。楽しんでってください。ワドツです。よろしくです。フォローありがとう。ここまで来てドレさんがジュアル。ここに来てドレさんがジュアル。どうしたの？暗闇。クジラ、ミジラさんいらっしゃい。どうしたの？なんかあった？まあ俺基本的にドルさんって呼んでるけどね。なんか変。なんかおかしいかな。なんか違和感あったらご指摘してください。Windows 10って動画編集ソフトってあるのかな？ Windows 10動画編集なんかデフォルトでついてんのかな？2012。ムービーメーカーがまだあんのか。ダウンロードすることはもうできないんだ。残念だな。今日の動画じゃあ Mac で編集しよう。大丈夫？のんちゃん。
俺いまだに AVUTL あの無料のやつかな、なんかあれだよね、定番だよねそれ。あの Mac で編集するは Mac の方がやりやすい、 iMovie で。ファイナルカット欲しいけどね、ファイナルカットは使いやすい。でももうなんだ、 MacBook Air の方がパソコン壊れてるからな、ちょっと難しいかな。あと9分で終わりにしよう、うん、今日は。もう体力も結構疲れたんで、一回シャワー浴びてのんちゃんと一緒に過ごします。ご飯食べて、多分明日朝からやると思うわ放送は。ありがとう小文字。スパーリングね、あの軽めだったんだけどね、顎に一発もらってね、やっぱりパンチが早いんだよねドルさんが。で顎が痛い、ちょっと多分明日また痛み出すと思うけど、ここにね一個いいのガチンって入ったんだよね。もちろん手加減してるから、そう折れたりとかね、捻挫とかじゃないけど、やっぱり軽くでも痛いんだよね。後からアドレナリン切れた後から痛み出す、すごい。花火ありがとうね。で明日動画アップロードするんで、もし高画質でノーカット版見たい場合は、あの YouTube チャンネル登録してください。お願いします。のんちゃんとご飯食べてゆっくり過ごす。コボちゃんありがとう。のんちゃんも風邪気味なんだよね。うん、コボちゃんもあの風邪早く治るといいね。ありがとうね、花火。コボちゃんありがとう。ああ、みのむしさんありがとう。あ、大丈夫よ。軽くだから。要はちょっとぶつけたぐらいの痛さだから。あ、大丈夫大丈夫。グローブもつけてるし。そんなに素人じゃない。どれさんも。ありがとう。パフェありがとう、みのむしさん。みのむしさんもいつもありがとうね。明日は最終日か、月末か。最終日か。
でもまあドルさんと話し合って結構面白い会話も結構あったけどな。なんか配信論みたいな話になるんだよね、どうしても。なんか面白いよ。俺はね、配信外で配信者と話す方が好きなんだよね、まったり。もうのんびりさ、今後どうなっていくのかなとかさ、そう、どんなことやっていきたいとか、うん。で、まあ、ドレさんも今自分がバブルだからさ、どうやって。おお、タッツンさん、お久しぶり、バフェありがとう。残り4分だけど楽しんでってね。来れなかったの、最近。ありがとう、いらっしゃい。だから、まあ面白いよね。人間模様だけでやってかないといけないし、いつまでもね、いい生活続くかどうか分かんないし、すげえやつがどんどん現れるし、インターネット自体がダメになるかもしれないしさ、ネット放送が。いい思いさせてもらってるよね、本当にね。俺はでもまだまだこの業界が伸びると思ってるし、まだまだ上行きたいと思ってるよ。大手とかをね目指してるわけじゃなくて、あのこの業界でねガンガン上に行きたい、誰かと比べるわけじゃなくて力つけていきたいと思ってますね。そうだね、継続が全てだと思ってる。長くやってたらやっぱり認めてくれる人もいるよ。長くやることって大事だと思ってるから、俺はねもうずっとこれで飯食っていきたいと思ってる。あ、そうだ、ドルさんの枠見ててくれてたの、ありがとう。高画質版ね、あのアップロードするんで、もしよかったら YouTube の方チャンネル登録しておいてください。下のテロップに出してあるんで。顎痛えな、のんちゃんに癒してもらおう。顎にダメージが、ね、スパーリングでこんなんなんだからさ、本気で殴り合ったら体壊すよ、やっぱり。じゃあ皆さんありがとうございましたね、本当に。800人ぐらい見てくれてたのかな、900人ぐらい見てくれてたの今日は。閲覧ね、配信集中できなかったから画面見れてるわけじゃない。900人がピークかな今日。裏で金梅さんやってて900人だったらすごいよね、結構ありがたいよ。ありがとう、パフェ。二つもありがとうね。ゆっくり休むよ。また明日午後から、あの、放送するんで、もしよかったらフォローして見に来てください。よろしくお願いします。それじゃあみんな、お疲れ様です。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。